こんにちは、速稼塾の久保です。カルダノエーダステーキングの情報をいただきました。ありがとうございます。今回はですね、今日エポックが切り替わったということで、ステーキングをされている方には報酬が付与されていると思います。ちなみにですね、私の方もね、結構もう累計でかなりになってて、今4400が報酬として振り込まれましたね。4400ですよ。ということなんで、これだいたい80万超える金額になるのかな。今170円か180円ぐらいですよね。80万円前後ですかね。うん、すごいですね。報告いただいた方の中には1ヶ月で1000ぐらい入ったという方もいらっしゃいました。1ヶ月トータルで1000というと、やっぱり17、8万とかになると思いますんで、すごいね、感動されてましたね。でもこのステーキングってのがあることを知っていてプレセールに参加したんだけども、あれからもう何年も経つんでね、うん、ある人は自分がプレセールで買っていたことを忘れていたりとかね、その頃はものすごく思いを込めていたんだけども、上場するのがなかなかねしなかったりとか、上場しても値段が上がらなかったりとかで、いろんな思いで放置されていて復元フレーズを忘れているとかね、そんな人もいるみたいなんですよ。いやでも無理からぬことですよね。いろんな ICO が倒れていきましたし、カルダノに参加された方もリスクヘッジで様々な多分プレセール ICO に参加したと思うんで、それのねほとんどがおじゃんになったと思ったら、カルダノのことも買ったか買ってないのか忘れているかもしれないですよね。はい、ちょっと余談が過ぎましたけども、今回もねリピさんに270エポック、271エポック、272エポック、この3つのタイムラインで動画の方を送っていただきましたので、速稼塾の中でシェアさせていただきます。本当に今日もありがとうございました。体に気をつけて頑張ってくださいね。